先ほどまで行われていた消防による救助活動。消防隊員の足元にも水や土が流れ落ちる中、慎重に女性を運んでいます。事故があったのは札幌市南区の片石山です。午前10時前、30代の女性が山菜採り中に斜面から20メートルほど滑落したと一緒にいた男性から消防に通報がありました。警察や消防などによりますと、女性は意識がありますが頭部から出血していて病院に搬送されました。女性は山道から外れた場所の山菜を採りに行こうとして誤って滑落したと話しているということ。